もはやウォーキングデッドでさえない怪物そのものだ。そうかね。ならばもう一度我がサーベル御冒険で細かい部品に分解するというのは有効かね。ただそれでは時間は稼げても決定打には欠ける。そしてこう言ってはなんだが、この男にだけ構っているわけにもいかんのだがね。となるともう一度バラバラにしてまた組み上がろうとする間に、なんとかガソリンを調達するかね。脳とか心臓とかもはや気休めほどの意味があるとも思えんがね。すでに殺されていたのか、猿。深く猿が殺されていたことは知り得なかったにしても、死体のパーツで組み上がった怪物の中に他の誰かの死体が混じっている可能性だけなら推理できていたはずなのだがね。各パーツの接着にも死体の部品が使用されている以上、宇野選手の元の大きさとほぼ同じサイズに仕上がるというのは絶対に理屈がおかしかったのだからね。私が虎を連れて避難して距離を取った間に、ウは猿の死体を呼び寄せてバラバラ死体のプラモデル細工にも協力させたということかね。でたらめに組み上げたにしてもあまりにクリーチャーすぎると思ったが、中に人一人が潜める構造に作ることを優先していたからか。まったく不覚としか言いようがない。おぞましさに目をそらさず考え続けていれば。